ジャンピエール・ルスロは、フランスの音声学者、方言学者、実験音声学の祖とされる、カトリック教会の主催であり、著作にはしばしばなお、エル・アブ・ルーセロと記している。日本では、ルスロ神父と呼ばれることもある。名前はピエールを先にピエール・ジャン・ルスロと書かれることも、ある。1924年のルスロ・ルスロは、シャラント県のサンクローで生まれた。 同権利主門の神学校で教えつつ、方言調査を行った。1887年に、ジュール・ジリエロンと共同で、方言学の雑誌、レビューデパトワー・ギャロ・ロマンスを創刊した。第1号に載せた音声記号は、ルスロが考案したもので、ジリエロンのフランス言語地図や、モーリス・グラモンの音声学概論でもこの記号が使用されている。1887年から、 パリカトリック大学でフランス語史を教えた。彼のために同大学2889年に実験音声学研究室が新設された。1892年に方言研究で博士号を得た。1895年にはパリ言語学会の会長を務めた。1897年にコレージュとフランスに実験音声学の研究室が作られるとそちらに移った。ルスロは カイモグラフや人工口外を用いて各地の方言や様々な言語を調査した。また、聴覚障害の研究も行った。第一次世界大戦中には敵の法制を追跡する技術を開発した。主都に実験音声学の原理がある。フランス語の音声の概要を記したプレイシー・デ・プロナション・フランセーズはダニエル・ジョーンズの アウトラインに影響を与えた。1912年にはアイヌ語の音声についての論文を書いている。ありがとうございます。